われました TPP についてお聞きをしたいと思います。昨日ですね、 TPP の署名に行かれた内閣府高鳥副大臣、副大臣のですね、2012年当時のホームページが今ネットで大量に流出していると。で、私のもとにもですね、いろいろと情報が寄せられてきています。私もその中身を見ますとですね、こう書いてありました。2012年の選挙前ですね。まず私の主張ということで、副大臣は当時予定候補者ですけどもね、TPP 断固反対、これ正義確保とか云々とか前提条件なしですよ。 TPP 断固反対で、次に私の決意として、もう勝てば嘘でも何でもありの政治を終わりにしましょうとあるんですね。確かあの時自民党さんは TPP 断固反対、ぶれない嘘つかない自民党というポスターをバンバン貼ってましたね。で、高鳥副大臣に限らず、新潟県といった農業地域ですと、みんな TPP 断固反対と言ってました。そうですよね、当時の安倍総裁。そう考えますと、この4日堂々と TPP 断固反対と言っていた副大臣が署名してくる、これこそ総理お答えいただきたい。これこそ勝てば嘘でも何でもありの政治の典型じゃないんですか。総理お答えください。安倍内閣総理大臣。高鳥修一、副大臣はですね、若い議員の時から私も知っておりますが、まさにまっすぐな男でありまして、裏表のなさすぎる政治家だなと、こう思っております。そしてまさに、もちろん党の公約についてはこれ繰り返すことはいたしませんし、私の立場は一貫しておりますが、高鳥議員はですね、かつて稲田大臣が口頭弁したことがあります。あなたは変わったんですか。その時稲田大臣はですね、私は変わっていません、変わったのは状況ですと、こう答弁をされたわけでございました。つまり、民主党政権から自民党政権、安倍政権に変わってですね、しっかりとした、交渉力を勝ち得て、5分野をですね、5つの分野をこれ、守り抜くということをですね、確信することができたと、こういうことだったんだろうと、そのことによってですね、この TPP においてはしっかりと、これは守るべきものは確保されたと、そしてむしろ日本の、新たな未来を切り裂いていくことに資すると、このような、考えに至ったんだろうと、こう思う次第でございます。委員長。黒岩君。いや、納得いきませんね。まさに今の話聞くと、まっすぐに直角に曲がったか、まっすぐに180度戻ってきたか、こういったことがですね、勝てば嘘でも何でもありの政治をまさに地でいく、私はですね、こういったことがこの TPP において実践されているということに大変不満を持ちますし、多くの国民も疑問以上に批判を持っているということをまずは強く指摘をさせていただきましょう。そして次にですね、これも総理ご自身にお伺いをさせていただきます。TPP が大筋合意に至ったといわれる、これは現地時間10月5日ですけれども、日本時間にして10月6日、総理は記者会見を開かれました。その時に総理は強くこう主張されました。TPP は私たちの生活を豊かにしてくれますと。その端的な例としてですね、3つ挙げてるんですよ。輸出品目として3つ挙げてるんですよ。ご記憶だと思いますがね、それはメガネフレームであり、そしてお茶であり、そして陶磁器という、これらの関税が下がることによって生活が豊かになると、このように明言をされていらっしゃいました。これ私は総理3点セットと呼ばせていただきますよ。総理の推奨3銘柄、総理推奨3点セット。じゃあ総理、そこまで10月6日大筋合意で明言されたわけですから、このメガネフレーム、嗜好品ですよ、総額でも輸出額100億に満たないお茶、これは昨年で58億、玉木議員が質問した頃にちょっと上がってですね、58億になって、しかも TPP 加盟国のうち他の11カ国のうち8カ国しかお茶は我が国から輸出しません。そのうちの6カ国はもうすでに関税ゼロですからね。で、総理がおっしゃった 20% の課税だとおっしゃってたそのお茶の輸出国はメキシコですよ。
これ昨年の輸出額227万円ですからね、車1台分ですよ。そして陶磁器もこれも総額でも70億円に満たない、しかも嗜好品ですから価格が安くなったからといって売れるといった白面白いものがありません。では総理がおっしゃったこの象徴的に3つだけ挙げたこの総理3点セットの輸出額はこの TPP の合意によって今後どれだけ輸出額が増加されると試算されているのか、お答えいただけますでしょうか。石原担当大臣。総理は言ったんです、総理は。定量分析の話は昨日だいぶさせていただいたんですけれども、そういう個々のもののですね、推定値はそのどの段階でどれだけ増えるという試算は内閣府として持っておりません。はい、黒岩君。総理、今言った、非常にシンプルな象徴的な3点の試算すら出せないんですか、出さないんですか、総理お答えください。安倍内閣総理大臣。いずれにせよ今この個別の品目についてのですね、具体的な数字については石原大臣が答弁したとおりでございますが、しかし、先ほど言われたようにですね、メキシコでは大きな関税がかかっているがゆえにですね、残念ながら227万円ですよ。それはそこまでのいわば関税がかかっていることによって、いわばこの関税をゼロにするというのはお互いがですね、関税をなくしていくことによってお互いがチャンスをつかんでいくということであります。そこで、この額はもちろんそれは小さいわけでありますが、その額をですね、さらに広げていくことによってですね、その分野で頑張っている人たちはたとえ額が小さくとも大きなチャンスが広がっていくわけであります。また、メガネフレームについてはですね、これ確かに額は小さいわけでありますが、このメガネフレームを、作っている、福井県のサバエですが、サバエにおいてはですね、これは大きな産業であるわけでありまして、そして実際ここはいいフレームを作っているのでありますが、実際この調節にブランド化してですね、そしてそのブランド化することによってより付加価値を残念ながら手に入れていないわけでありまして、このサバエで作っているわけでありますが、これは他のブランドを捨てながら、そしてそこの付加価値は そちらの国に行ってしまってですね、その付加価値の部分はちゃんと残っていないということもあります。で今後ですね、そうしたことも含めて、戦略を進めていくことによって、私も先般、申し上げたわけでありますが、手をかけた苦労して作った付加価値の分だけですね、それを作った人たちに、この収入が入るような、そういう、TPP にしていく努力はまさにこれからしっかりとしていきたいとこう考えているところでございます。委員長。黒岩君。総理ね、2点指摘しましょう。当然サバエとか陶磁器を作っている、またお茶どころ頑張ってもらいたい、私もそう思いますよ。ただ総理は私たち、すなわち日本国民が豊かになりますと断言した。しかも今、経済効果で言ったら14兆という額の話をしているわけですよ。そんなときに、いや、小さいものもって言いますが、総理は今言った3つの例だけを挙げて、私たちの国民生活が豊かになるといった、この因果関係には当然、大小もあるし、そして今言った、この3つすら試算もできずに、今、総理、これからって言いましたね、違うでしょう、本来なら合意する前に試算出しながら、どれだけ利益が上がるのか、それともデメリットがあるのか、計算するのが当たり前でしょう、今言った因果関係と、何でもこれからですか、署名してから、そんないい加減なもんなんですか、総理、お答えください。委員長。総理の答弁大臣。安倍内閣総理大臣。今3つ私は例として挙げた、これは限られた時間でありますから、3つ挙げたわけでありまして、同時にですね、この3つともですね、それぞれ地域にとっては大切な、しかし、例えば自動車部品といえばですね、これは明らかに分かりやすい話だろうと思いますし、これは相当大きな額になりますよ。しかしそうではなくて、まさに地方創生という意味で、中小企業、零細企業の人たちにもチャンスがあるよ、第一次産業の人たちにもチャンスがあるよという例で、これを挙げたわけでございまして、輸出額においてトップ3を挙げたわけでは決してないわけでございます。トップ3的なものを挙げるんで
であればですね、例えば自動車部品についてはですね、これは即時撤廃が8割になるわけであります。まあ、そこでこれは12カ国においてですね、まさに共通のルールができるわけでありますし、しっかりと知的財産も守られるわけであります。まあ、そこで初めてですね、いわば中小小規模事業者にとっても大きなチャンスが出てくるということを今申し上げているわけでございますし、そして資産の話でありますが、これはもちろん我々も資産をこれ当然ですね、しっかりとですね、これしながら交渉を交渉をしているわけでありますが、しかしこれ交渉が最終的にですね、これ決着がつかなければどういう結果になるかということはこれわからないわけでございますし、その経験にですね、それは外に出すということについてはこれ交渉にも影響を与える、交渉にも影響を与えるわけでありまして、で今後ですね、我々はしっかりとした対策をしながら、そして支援をしながらこの TPP の効果をですね、最大限上げていきたいとこう思っている次第でございます。委員長、黒岩君。これ繰り返し聞きますけれども、交渉も終わってるんですよ。交渉は秘密裏だと。これは TPP の多角間交渉、経済連携において、それは我々も甘んじて理解しましょう。しかしもう大筋合意で昨日署名したんですよ。今総理おかしいじゃありませんか。交渉に何か影響を与えるあり まず与えますか。昨日署名したんですよ。総理が何か今言ったように示すことによって何か与えますか。まあ、それについてイエスかノーかお答えください。そして繰り返し質問しますけれども、あの10月6日に総理は気色満面に私たちの暮らしが生活が豊かになるとおっしゃった。その根拠ですよ、根拠もなく試算もなく明言したということなのか、これについてもイエスかノーかお答えください。安倍内閣総理大臣。これ今外に出すと言ったのはですね、いわば交渉締結前から試算をしなければいけないということをおっしゃってたんで、その前においてはこれは出してはならないという意味で申し上げたわけであります。ですからこれは私の文脈においてその通りだろうと思います。でそこでですね、そこにおいてですね、でそこにおいて、私が申し上げてきたことはですね、まあ、まさにこれは、まあ、TPP 協定はですね、全体像をまず見ていくことが大切でありまして、これ21世紀型のルールが共通に、適用される、これ4割経済圏がこれ生み出すわけでありまして、で工業製品のですね、工業製品の 99.9% の関税が撤廃されるわけでありまして、その直接の効果は輸出の拡大で回ります。で自らこれさらにですね、さらに自ら輸出しなくても取引先企業の輸出が拡大すれば受注が増加するわけであります。これは日本の産業を総合形成する中堅中小企業に大きなメリットをもたらすわけであります。まさにこうした形でですね、 TPP には海外のビジネス環境を改善するさまざまなルールが掲載されておりまして、人事権や現地調達が強制されない、財産が保護される大企業に比べ立場の弱い中堅中小企業が安心して海外展開を取り組めるようにするものであります。質問権を委員長は確保するのが責任でしょう。そしてですね、支援策について、例えば支援策もしっかりと、そんなこと何も聞いてない。これは行っていくわけでありまして、大切なことがありますから、例えばブランド化を進めていく、付加価値を高める、そして大規模化を進め競争力、国際競争力を捨てる、海外に販路を開拓する、こういった農業者の創生をあらゆる政策を外にして力強く後押しをして参ります。そしてそれとまたですね、具体的にですね、具体的なこの資産等についてはですね、委員長、資産等についてはもういいです、もう答弁来ましたんで、総理お引き取りください、結構です。黒岩君、今総理大事なこと言いましたね。資産はあるけど交渉中止だったら出せない、そこまでは理解しましょう。現実に我々 TPP 調査会でも TPP の内閣官房の担当者にこの総理3点セット聞いたところ、私の耳では出せないじゃなくて出さないって答えたんですよ。私はしっかり記憶します。総理、今資産があると言いましたね。あるんですね。安倍内閣総理大臣。これは農産品についてはですね、農産品については資産があるわけで、ございまして、それについては先ほど申し上げましたように、交渉中は出せなかったと、こういうことでございます。黒岩君。だったらお茶はあるけど後の2つはないということですか。総理森山農林水産大臣。違う、数字は答えます。総理が言ったんですよ。いや、やめなよ。
交渉もしてないよ。あの委員がお茶のこともおっしゃいましたし、お茶農家の皆さんも聞いておられますから、ちょっと聞いてください。なんだこれ。お茶につきましては10年間でですね、輸出は5倍に伸びています。委員長、委員長、そんな農水大臣のこと言ってない。総理の答弁に対して本人に聞いてるんだ。本人に資産があると言ったじゃないか。1兆円目だったら最初でもお茶があるのかどうか、悪の立場があると言ったりとか、総理答えてくださいよ。おう、そんな聞いてもいない人が聞いてもないこと答えちゃダメだ、ダメだ、ダメだ。お茶については止めてください、止めてください。ご理解をいただきたいと思います。速記止めて、速記止めて、速記止めて。もう石原大臣、いい、違う、何だ。総理の答弁に対して私は質問している。いや、石原大臣、もういい、石原大臣、後で聞きますから。あの、整理しますけれども。ここせっかく農産品は、総理答えてくださいよ。そのままで。資産があると言ったんでしょう。農産品はあるんです。資産があると言った総理が、あるかないか答えてくださいよ。農産品はないんです。総理。じゃあ委員長、総理、資産があると言ったんだから、じゃあお茶はある。他の2つはどうなんですか。安倍内閣総理大臣。今申し上げましたように、主要5品目についてはですね、いわばこれ資産はしているわけでありますが、いわば工業製品については資産がないということは今までも答弁してきている通りでございます。そう言ってないじゃないか。ちょっと黒岩君、答弁違いですよ。さっき3つ3点セット、私はあえて総理3点セットと言った。それについてはずっと何度も、あと議事録見てください、資産はあるけれども交渉中は出せないと総理自らもう白状されてんですよ、されてんですよ。まずあるか、あると言ったんだからあるでしょ。でなおかつ、じゃあまずは農産物はあるんだったら、お茶だったらお茶をまず出してください。その後メガネフレームと、そして陶磁器についても聞きますんで。お茶はいくらですか。お茶安倍内閣総理大臣、今農水産品についてはですね、農水大臣から答弁をさせますが、先ほどこの3点セットということについては、いわばこのなぜ例を挙げたかということについてお話をさせていただいた次第であります。同時にですね、私が TPP によって、まさに、この大きな利益をもたらすということについては、先ほど答弁したようにこう全体像をお示ししながら答弁をしたわけであります。そして資産についてはですね、先ほど資産ということについておっしゃられたから、資産をしているものもあるわけでありますが、この工業製品については、資産はしていないということは、これはもう今まで繰り返し答弁をしてきているわけで、ありまして、その上において、農産品については、資産はしているけれども、それは交渉中についてはですね、お示しすることはできないと、こう申し上げているわけであります。委員長、黒岩君。この後、石原大臣にお聞きしますけどね、資産があると言った。当然だと私は思ってるんですよ。だって交渉がもう2年もかけている。当然合意があってから試算するなんて順番あべこべでしょ。本来ならば当然今おっしゃられた象徴的な、これが工業製品であれ農産品であれで、当然農産品というのはデメリットも可能性があるわけですから、1万タリフライン全てとまでは言いませんけれども、一個一個ギリギリに試算をし、この条件ならここはプラスになる、この条件ならここはマイナスになるという試算をギリ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 詰めた後に合意があって、そして署名でしょう。合意がいきなりあって、それから試算出せって言ったら全然ないという、こんな順番ありますか。これは最後のですね、アトランタでもチリとかニュージーランドといった日本よりも経済規模が小さい国でも、ギリギリまで国益を獲得するためにアメリカとも戦ってきている。それが今言ったように、日本は本来ならばギリギリの、当然工業製品も含めてどこまでの条件を県で飲めば、交渉を妥結すればここはプラスになってマイナスになるというのは事前に一回資産も出しているわけだ。当然その資産に基づいてギリギリして、ギリギリ詰めて、そして合意だという、この順番があべこべだという、このことについて甘利大臣がいないで、石原大臣答えられますか。あべこべでしょう。石原経済再生担当大臣。もう一度先ほど言ったんですけども、ちょっと
うまく伝わってなかったので、もう一回まず一番最初の総理が挙げられている3品目についてお話をさせていただきますと、メガネはありません、陶磁器も資産はありません、お茶についてはございます。それはなぜかと言いますと、昨日も尾形議員との議論になったんでございますが、内閣府のその経済分析はですね、A という経済状態が、いや、短く言います。A という経済状態が、例えば関税の撤廃、あるいはその貿易障害の解除、さらには貿易アクセスの改善等々によって、やったら B という、要するに成長見かずに乗ったら B という経済状態になる。その時に、いやその時のインプットの情報として、農業の部分は輸出にプラスマイナスゼロでございますが、それがなぜなるのかということは、個々のものを積み上げさせていただいているという整理でございます。黒岩君。だったら石原大臣、最低限でも今おっしゃったお茶ワールっていうんだから、お茶の輸出額いくら伸びるんですか。メキシコ227万、いくら輸出額伸びるんですか。今数字があると言った、言ってくださいよ。農林水産大臣石原さん、担当大臣でしょ。それはちょっと聞いていただきたいんですが、最初ご質問になったのは、私は輸出の伸びの話をしておられるのかなというふうに聞きました。ですから輸出です、輸出の話です、はいはい、だからお茶につきましてはですね、 あるんですよ。言ってください。じゃあいくら伸びるんですか。輸出については今1兆円を目指してやっているわけですから。お茶がいくらなんですか。お茶が32年にですね150億を目指してやっています。お茶が、はい、150億です。だから平成27年の中間目標が100億だったんですけども、ここは101億円になっています。それと完全撤廃との兼ね合いってください。そんなお茶に関係ない。お茶についてはですね、輸入がほとんどありませんし、関係国からもありませんから、影響はほとんどないと見ているんです。だから生産は維持されるという前提でお話を申し上げています。黒岩君。だから結局ね、今 TPP の話してるんですよ。全体の農林水産業の輸出額だとかお茶の総額ってじゃなくて、 TPP との因果関係を聞いている。 TPP で課税が 20% かかっているのがメキシコだし、あとベトナムが 25%、 これが4年以内に撤廃されると。このことによってどんだけ増えるかと。他の国は完全ゼロなんですから、このもだから答えてくださいよ。TPP によって、この影響によって、お茶は TPP の影響によって、いくら輸出額が増えるんですか。だから計算してないってことじゃないか。森山農林水産大臣。それもなくて。生産量は維持していくというのが前提でありますから、だから TPP による影響はないということであります。お茶については。しかし輸出物はないってことじゃないか。ゼロ。生産量の話と輸出の話は次元が違いますから。だから輸出については関税がゼロになるところもありますので、ベトナムを含めて今から輸出を伸ばしていきますと。当面1兆円について1兆円については先ほど申し上げたように150億円を目指してやっているということであります。委員長。黒岩君。これ、ね、皆さん分かったことは、わずかこの象徴的な3点セットで、総理の答弁と担当の石原担当大臣の答弁もあるないでコロコロ変わる。そして農業の担当大臣の農水大臣があると言いながら、次は TPP との直接関係ある輸出額の増額についても全く資産の額を示せない。こんだけバラバラでいい加減な状況で昨日署名までしてしまったということが明らかになりましたよ。もうこんなことでこんだけ時間取りましたけどね、まあ先に一つ進みますけどもね本当にもう時間もったいないわ。じゃあね、まあ、石原大臣にお聞きしますよ。 TPP 担当大臣ですから。じゃあちょっと農業分野で、これもですねもう多岐にわたりますから、米について聞きましょう。米はこの TPP の署名、まあ、TPP が発行することによって米の価格、そして生産額に影響はあるんですか、ないんですか。
こんな大事なもん、コメなんて日本の最重要政治でございます。TPP 以下にかかりませず、25年12月に農林水産業地域の活力創造プランにおいて決定した通り、主食用米の国内需要がおおむね8万トンぐらいずつ減少してまいりますので、そのことを頭に入れながら、例えば飼料用米とか主食用とかにあるかないかだけ、もうあるかないかで答えてくださいよ。というないんでしょ。何がですか。米価の影響、何がで米価と生産額です。米価、米の価格、米の価格は国内の生産量との関係が一番影響しますので、農家の皆さんのご理解をいただきながら、飼料米とかいろんなものを作っていただく努力を今しているということであります。委員長、黒岩君。ですね、石原大臣、大臣も予算委員会の中で生育とか重要5品目とか使っている、その中の一つなんですよ、米ってのは。当然交渉していた甘利大臣だったら、米のことも含めてさまざまな諸条件を加味しながら交渉してきた。だから当然担当大臣なら分かってしかるべきなんですよ。それは全然分からないという、今言った政府、いやいや答えないじゃないですか。ほいで、じゃあ聞きましょうか。分かるのに聞きましょう。今言ったように農業の影響シートでは、米の価格にも影響ゼロ、米の生産額にも影響ゼロという、これが回答ですよ。ね、ただその時に、これ担当大臣お聞きしますよ、担当大臣、米については当初 5.6 万トン、最終的には 7.84 万トンの無税枠、この枠が決められた。これに対して米価が下がるかというものすごい不安がある。それについて政府 TPP 担当内閣官房はこう言ってるわけですよ。それは SBS 方式というもので売ると。これまあ皆さん聞き慣れないかもしれませんけれども、輸入価格、当然米国等からの輸入価格は安いわけですから、そこに輸入差益マークアップすることによって売り出すと。ただこれは日本の国産米よりは安いわけですから、これが売れることによって当然日本米の各米の価格の影響も出てくるでしょう。そしてこの輸入量が増えた分は備蓄米の購入だと言っていると言ってます。重要なことはここからですよ。じゃあ担当大臣お聞きします。具体的に、じゃあそのまず SBS 方式なるものがいつどのような形で行われるのか、そしてその時にそれによって輸入量が決まってくるわけですから、それと備蓄米の買い入れのその量も当然リンクしてきます。このリンクは具体的に詳細にどうやって行われるのか、それ当然お答えいただかなければ、農家の人はそれが不安なんだからお答えください。森山農林水産大臣。SBS につきましては、まず77万トンの SBS は輸入義務が課せられていますけど、まあ、ちょっと聞いてください。基本的に違うことは分かっていただかなきゃ説明ができませんから、うん、SBS もですから77万トン枠は輸入義務が課せられておりますが、TPP の輸入義務課せられてないって今までずっと言ってたんですよ。あ、すごい答弁だ。TPP 枠は、よし、TPP 枠は、そのことは課せら、あの義務がありませんので、それが成り立つかどうかというのは、今、現状を見てみないとわからないということが原則であります。ですから、だから具体的にどういうふうに決まってるか教えてくださいよ。それは SB、新しく入ってくる分については備蓄米として備蓄していくわけですから、市場に出てくることはないわけですよ。委員長、黒岩君。これ、ね、私当然前もって農水省の担当者に聞いてます、うん、今言ったように、じゃあ
7.84 万トンの枠でいざ入ってきて売るときには SBS 方式だけれども、いつどのような形で SBS で売るか具体的なことはこれから決めると。今決まってないそうですよ。そして備蓄米との関係もまだ何も決まってないと。決まってない。いやだからそれはそれによって米価や米の生産額に影響を与えるの決まってるでしょ。これがセットで何も決まってないのに、結果だけは政府にとって都合がいい。米の価格は全く変わらない。そして生産額も全く変わらない。米に影響ない。と言ったって、これを聞いている稲作農家の皆さんが、ああ、わかりましたって言うわけないでしょ。一番心配している肝心なところはわからない。これからだと言っていて、結論だけは政府にとって都合のいい。全く米関係ない。その他農業の資産も全てそうです。今日聞いて分かったことは、工業製品だろうが何だろうが試算もしてない、明確な根拠もないけれども、なぜか結論の数字だけは政府にとって都合のいいことになっている。これが TPP の姿ですよ。このことを徹底して主張させていただき、そして農家の不安はこれでさらに揺るがなき大きなものになったということを主張させていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて黒岩君の質疑は終了いたしました。次に山野井和則君。委員長。山野井君。安倍総理、今日もまたこれ株が大幅に下がってます。円高になってます。1週間前1月29日に